えー、皆さんこんにちは。ただいまより相続税法パーフェクト講座のガイダンスを開始させていただきます。えー、私、えー、税理士でレック専任講師の小田匠と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 はいえー、今回ですね。まあ、時間の目安は30分程度ですね。えー、ま撮、あ、らせていただいたところですね。ちょっとまあ相続税法のですね。まあ、講義とですね。まあ、試験とですね。まあ、それを取り巻く相続税というですね。まえ、あの意味合いですね。えの方、ちょっと解説させていただければなというふうに思っております。まあ、そうですね。あのまあ受けるかどうかという意のはですね。 えまあ受けるかどうかもそうなんですけど、えー、税法ですね、あのについてはまあ正直どれを選ぶかというところはですね、まあ、皆さんあるかと思いますし、えー、何をですね、税理士になられたと、えー、どう取り組んでいくかというところですね、どうしてもあの試験科目の選定というのはまあ重要になってくるのかなというところでございます。はいえー、ちなみにですね、今回ですね、2023年度に続き、私、小田が担当させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。はいえー、まずです、ね、ちょっと相続税法のの試験そのもの このですね、ちょっと概要の方を解説したいと思います。えー、画面の方をご覧ください、えー。こちらですね、まず相続税法、えー、ですね、えー、の概要なんですが、えー、試験問題は、えー、理論50点、計算50点というふうに、まあ、一応なっております。えー、試験時間は2時間、まあ、合格数は国税庁ホームページからの引用なんですが、まあ、こちらの通りになりますね。まあ、正直ですね、あの年々ですね、受験者数はですね、どんどん目減りしていっているというところです。 で、合格率もですね、まあちょっとえー、正直、税法の中ではまあ若干低めなんですが、まあ、去年に関してはですね、えー、まあ去年というかまあ令和4年のですね、えー、試験についてはまあだいぶえまあ回復してきたというところはあるかなというところでございます。はい、でこれ、ですね、あのこの受験者数を見てですね、まあ、高いか低いかというところなんですがかなり低いというのがまあ正直なところです。えー、ですね。 まあ平成27年のです、ねまあ、相続税法のです、ねえー、改正があってです、ね、まあ、ちょっと需要というのはだいぶ伸びているはずなんですけどね、えー、といったところですかね、えーはい、相続税法というのはです、ね、あの基本的には相続税そのものももちろん入っているんですけど、あの増税も入って、2つの税目がです、ね、1つの税法にま,あまとまっているというところにいます。 まあ、経緯としては、もともと相続税というのができたときにですね、まあ、相続税かけますよとなったんですけど、それだったらですね、あの相続、要は死亡金としてですね、えー、税金取られるぐらいだったら、生前に全部あげちゃえということですね、あの、増税がなかった頃ですね、まあ、財産移転死亡税と言いますか、まあ、正直税金がですね、抜け道がいくらでもあったというような世界があったので、まあ、それをですねあの、対処するためにですね、生前に贈与した場合には、増税をかけますと、しかも税率はですね、相続税よりもかなり高めにしますよということで、えー、まだ、あ、なっているといったところが背景になります。 にあります。まあ、なので、ですね、あの結局相続税法の試験の中ではですね、相続税とあとは贈与税の学習の方が必要になってくる、えー、といったところが特徴でございます。えー、相続なし贈与の特徴としてはですね、他の税目というよりもあの所得税とかですね、法人税法がですね、えー、まあ基本的には所得ですね、えー、利益に対して、まあ、要は自分たちで稼いできたお金に対してですね、かかってくる税金。 あるのに対して、相続贈与はです、ねまあ、無償の財産移転といいますか、まあ、上の世代から下の世代にです、ねえー、財産を移転するのを主な、まあ、ところに着目してです、ねそのまあ、移転したのですね、例えば100万円とか200万円もらったらです、ねえー、ある程度税金を払う力もあるだろうということで、まあ、課税されるという、まあ、そういう意味の効率にはなってきております。そういう意味です、ね、だいぶ毛色、えーまあ、が異なるです、ねえーまあ、税法と言えると思います。 はいまあ、税法の構成自体はこんなところなんですが、じゃあ最近、ですね相続税法を選ぶ価値はあるのかというところでなっているんですが、まあ、個人的にはかなりですね、えー、意味があるというふうに思っています。ももとととでですすねねちょっとこの、えーですね えー、相続税なんですけど、えーまあ、課税ベースですね、活、え、く、ー、代というのが、えー、ありました、えー。というのもですね、もともと相続税の基礎控除というのがですね、えーまあえー、相続 相続人がですね、必ずです、ね、何人だろうはであう、ね、ば5000万円以上あったんですね。えー、要は、第産が5000万円以上ないとです、ね、申告は不要ですと、えー、納税も不要ですというような背景があったんですが、えー、それがですね、ち、えーまあ、なみに、厳密には、ねあのーまあ、相続に、えー、5000万円足す法定相続人の数かける1000万円ということで、例えば相続人が3人いればです、ね、で8000万円までですねあの税金かからないよとい、申告もいらないよということで,で、すね、まあ、ほとんどの人がですね、 相続税は無縁だったとここころなんですが、まあ、ここですすがね家税ベースの拡大ということで、基礎控除が従来の6割に減額されましたというところがあります。その結果、ですね、まあ、3000万円たつ法定相続人の数かける600万円ということですね。要は、まあ、23区とか、ですね都心のに東京都の23区とかに家がですねあればです、ね、で基本的にはみんな申告や納税が必要になってきちゃうと。 もちろん特例とかですね、いろいろですね、駆使すればですね、税金がまあゼロになるということはあるんですけど、それでも相続税の申告がだいぶ短いになってしまってですね、えー、高齢化社会ということも含めて、申告係数はですね、この改正の前からですね、比較して1.5倍から2倍ぐらいになっているといったところがまあ正直なところです。 はいまあ、その結果です、ねあの、相続税申告の年市評価に使う路線価も上がってきたのもあってです、ね、い、えーまあ、要は雑誌とかです、ね、テレビ、メディアです、ね、相続の特集っていうのは非常に増えてきた、えー、というところがあります。はい まあ、さらにですね、えー、そうするとどうなるかというとですね、あの税理士もですね、もともとですねあの、相続税を深刻にメインにすることはほとんどいなかったんですけど、えー、最近はですね、資産税といいますか相続税特化でしたです、ね、相続税専門税理士とかですね、えー、というのもだいぶ増えているところとなります。 正直ですね、あの、普通の、まあ、あの会計事務所の、まあモ、ビジネスモデルというのは、えー、基本的には法人とか個人のですね、えー、顧問をしつつですね、えー、確定申告、内、え、資、ー、決算をですね、まあ、えー、組んでいて、まあ、経営改善に、えー、力を入れるといったところが、まあ、一般的なところになります。なので、相続というのはですね、かなりイレギュラーな分類に入ってきてたんですね。 なしかもですね、あの相続というのはかなり特殊でですね、法人の勉強や個人の勉強をしたからできるかというとそうではない、まあ、ですしなかなか,です、ね、あのなんてか集客がしづらいといったところがあります。 法人顧問の場合は、一回受注するとですね、まあ、毎年継続して申告ですね、まあえー、お手伝いするということで、継続性があるところなんですが、どうしても相続とかですね、えー、についてはですね、当然あの1な、一、え、回、ー、まあ、皆さんもですねあの相続をそんなに経験することがあるかといわれると、まあ、正直一緒にですね、通過あるかないか、えー、というようなところになりますし、えー、基本的に相続人というのはですね、まあ、大体あの今でいうとですね、まあ、80、90歳の方が亡くなれば、その子供がですね、えー、50歳、60歳ということが、まあ、 したので、その国のですね、えー、そうも高齢化しているということもある、ええー、というので,ですね、なかなかですね、あの何、ー、と言いますかね。 えーまあ、そんなにやる機会がなかった、えー、というところがあります。ただ基礎工場のですね、えーまあ、この改善の影響でですね、まあ、だいぶですね、えー、相続税申告の件数といいますか触れる機会が増えたこともあってですね、えーまあ、その特化した事務所というのが出てきた、えー、といったところになります。でそういう意味ではです、ね、あのその相続の市場というのはですね、まあ、右肩上がりになっているというところになります。まあ、高齢化社会もです、ね、当然ですし、えー、路線化とかですね、えーまあ、インフレがなればですね基礎工場の気が変わらないので当然に どんどん深刻検査が増えてくるのはしょうがないのかなというところになります。 はい、で、まあ結局、ですね、何が言いたいかというと、えー、人が足りているかどうかというところなんですが、えー、全然足りていないんですねあの、これがこの受験生の数にも、まあ、影響してくる、まあ、合格者数が少ないのもありますし、えー、どうしてもですね、あの税理士、ですね、まあ、現役でいる者っというのはです実、ねまあえーまあ、はあるんですけどなかなかですねあの、この年間ですね、全国で数百人しかですね、まあ、新規が出てこないような需要というのも、まあ、かなり少ない、えー、というところになります。 まあ、いろんな層がですねあの、相続マーケットには入ってきてるんですが、えー、とはいえです、ね、結局最終的に申告する税理士についてはです、ねまあ、税理士権を受けるかですね、まあ、免除を、えー、取るか、えー、とか、まあ、いろいろあるんですけど、相続税はかなり特殊なので、そうして、まあ、相続税業務をやるにはですね、相続税法の学習をしていないとですね、まあ、最終的にはですね、まあ、慣れないというとあれなんですけど、まあ、どっかしらでミスをしてしまうとですね、 結構、まあ、地雷な部分がどうしてもあるので、えー、そういった点でですね、相続税を学習することですね、将来の相続税業務ですね、えー、の、まあ、安心につながるといったところがあります。はい、えーですね。 もしですね、あの、相続税を、まあ、受験された方というのは、基本的には将来的に相続税業務ですね、まあやられることになるのかなというふうに思いますし、また逆に現在ですね、えー、まあそういった事務所、会計事務所にですね、お勤めの方であっても、相続税に不安触れる機会がある方というのは、まあこの辺を興味を持って見ていただいているものだと思っているんですが、えー、ま基本的にはですね、あの、えー、普通のですね、あの、まあ、法人顧問とか個人の顧問ですね、やっている限り、基本的には相続税ですね、 ま正直覚える機会がなないところになります。どうしてもですね、あのまあ、大なり中なり小なりですね、あの会計事務所に行ってでもですね、あの相続税を定期的に受注する機会ではないので、えー、ま相続税をやる場合はですね、えー、それらの事務所じゃなくて、相続税専門の事務所である程度経験を積むか、まあ、あとは税務所でですね、実務をやっているか、まあ、二択になってくるのかなというところになります。 正直ですね、そうじゃないとですね、細かいルールが覚えきれないというところがあるので相続税法を受験した後はですね、総合事務所の方で相続、まあ、担当する部署に希望するか相続特化の方で,ですね、えーまあ、事務所に行くか、えー、というのは、えー、どこかのタイミングでやられた方がいいのかなというふうに思います。 はい、まあ、あとはですね、あの事業承継をですね、重、え、い、ー、にする会社とかですね、えー、まあ、であればですね、こういった相続税法の受験というのはですね、まあ、かなり意義があるのかなというふうに思います。はい、えー、ですね、えー、といったところですかね。 相続ですね、その採用にあたってですね相続税法を受かっていればですねかなりプラスになるというふうに思ってください。相続税法ですね合格しているということは相続のですね知識についてかなりの力量をすねもうでに獲得してあとは実務さえやれば仕事はできるだろうというふうに見込まれる段階になりますので、当然そういった相続専門の事務所ですね相続税法を受かっていればとにかく採用しやすいといったところが特徴になるかと思います。逆に言うと 相続税事務所を希望するなら、あらかじめ相続税法ですね、まあえー、合格ないしですね、えー、受験経験があればまあ、採用されやすいというふうにご理解いただければと思います。まあ、逆にですね、あの相続税法ですね、受験しているからですね、まあ、普通のですね、法人顧問、個、えー、人顧問のですね、まあ、事務所に至って、 言ってもですね、まあります。まあ、正直ですねあの法人税法ですね、えー、ないし、まあ、法人ないし顧問ですね、えー、のやる上で相続税法の知識があった方がもちろんいいんですけど、まあ、正直それだったら法人税法とかですね、所得税法をですね触っている方がですね、えー、まあ評価されやすいのかなというところになります。 はい、えー、ですねまあで結局ですね相続税ですねあのメインにしている事務所というのはですね正直全体の1割もいないので、えー、その辺でですねちょっとまあ、えー、まあそうですね、えー、もし相続税をですね将来的にやられるということであればまあ、おすすめの科目と、えー、なりますはい、えー、ですね、えー、といった形にまあ、まあ、とはいえですねあの税理士もいろいろありますので、えー、例えば、えー、上場企業ですね、えー、党の税務を中心に行ないというと とということであります、ね、基本的に相続税法の知識というのは、まあ、そんなにいらないところになっていきます。もちろんですねあの上場企業に準じるでずる、ねえー、上場してない非常事の、えー、会社であればですね当然、代表ですね、えー、まあ役員のですね、まあ、相続対策をまあやる必要があるので、まあ、そういった場合は相続税の知識も必要になるんですが、まあ、それは当然、法人税法の知識もあった上での話にはなるので、えー、その辺もへんも踏まえていただければなというふうに思います。はい えまあ結局何が言いたいかとあうと開業税理士でしね相続もやるかそれかあの相続税をですね中心にやる事務所でまあとしてやるかまあ、そういったものであればですねぜひ相続税法ですね、えー、受験は正直必須だと個人的には思っていますもちろん後で勉強していただいても全然構わないんですが、えー、これぐらいですねやらないとですね結構あの相続税法ですね後になって怖いというところがありますので、えー、ご承知をお聞きください ちょっとですねあの試験自体ですね、まあ見て内容にちょっと触れていきたいと思いますので、画面をご覧ください。はいこちら、相続税法の出題内容ですね、まあ、合格ラインは7割、えー、というふうにまあ言われているところになりますが、まあ、ちょっと内容は実はまあ他の税法もそうなんですが、まあ、ブラックボックスなので、えー、ちょっとまあ割愛させていただきます。とはいえ、内訳はですね理論リリと計算では半分ずつというふうになっておりますと。はい、えーまあそう ですね、えーまあ、総合問題1も、えー、総合問題と個別問題、えー、ですねで構成されていると、まあ、これはですねあのテーマを与えられてですね、えー、この場合に該当する理論にとですね、適用関係について答えなさいというような形ですねが、まあ、現在今主流になってきています、はい、あとはですね、まあ、ちょっとテーマを2つに分けてです、ねまあ、やる場合というところもありますと。 あとは計算ですね。あの分量非常に多いです。とにかく解ける問題から解いてですね、どんどんやっていく必要があるのかなというところでございます。はい。あとはですね、この理論はですね、あの丸暗記ではなくて立法公旨の理解も必要とあります。えー、が、これ何が言いたいかというとですね、あのー。 最近の問題はですねどうしてもあのテーマを与えられてですねあの事例形式でですね出てくるのですねあの結局どこの部分を書いていいかというところになってくるんですがこれはですねあの制度の背景を理解してないとですねあの丸暗記の点記は正直時間が足りないのでどうしても割愛する部分が出てくるんですけどそれをですねあのどこを割愛していいのかですねについては、えー、なんでこの法律ができたかの背景がないとですね、えー、ここは必要ここは必要じゃないかというところがどうしても判断がつかないというところ とところがあります、えー、なのでですね、えー、その辺はですねあのー、まあ解説の方ですねちょっと、えー、きちんと聞いたいところですね、えー、まあなんでこういうふうな、えー、ものができたかというところ について、まあえー、個別にですね、えー、お話の方はさせていただきますので、えーまあ、そ重要度の高さ、低さもですね、えーまあ、含めてですね、えーまあえーまあ、理解をしていただければと思います。またです、ね、あの丸暗記ですね、えー、だとどうしてもです、ね、忘れてしまうとですね、えーまあ、回答がもう詰まってしまうというところがあります。あの意味さえ伝わればですね、正直あの重要な単語さえですね、残しておいていただければ、まあ、正直あの家庭の方はある程度されるものとなりますので、えー、ご承知をください。結局ですね、あの税法は何 何が言いたいかというと、えー、言葉の意義をですね、きちんと、えー、理解しているかということに、えー、つきます。細かい手続きとかですね、えー、細かいですね、あの適宜についてはですね、えー、まあ、そこまでは言わなくてですね、あくまで概要を理解しているかというと、今回の場合は、えー、どうなるかというところを回答できるのが大事になってますので、ね えー、そういった意味でですね、あのーまあた、キーワードをですね、ちょっと間違えてしまうのはあれなんですけどテ、えー、手オファーとかですね、あの細かいことはですね、去年は問いませんので、えー、その点ですね、ご安心いただいて、えー、丸暗記でなくてもいいというところで、えー、学習に取り組んでいただければと思います。はい、えー、そうですね、まあ、例えばこの立法の趣旨なんですけど、えー、相続時生算課税というものですね、まあ、最近ちょっと話題になっているところになります。 まあ、同与者は原則として60歳以上の者同与を受ける者は18歳以上の者、えー、となっているというところになります。これ何かというとですね、あの、同意税は基本的には同与した年の翌年にですね、申、ま、告、あ、納税をして税を負担しなければならないというところなんですが、えー、これはですね、 えーまあ、相続時生産課税という言葉の通りですね、一回ですね相続税の基礎控除枠をですね贈与時に前借りにするということで、贈、ま、与、あ、税を一旦は、えー、払わない、またはすごい少ない金額ですね、えー、済ませることができる、えー、制度となります。まあ、これはですねあの令和6年のですね1月1日からまた改正になって、ですね、まあえー、さらにですね重要度が増している論点なんですが。 まあえー、何が言いたいかですねあの相続のですね前借りになりますので、えー、要は財産移転がですね、えー、早い段階で行われるとあの相続まで待たずにですね例えば家の購入資金とか自動車の購入資金に充てられるための、えー、制度というふうに思ってくださいであればですね、えー、経済の活性化、えー、ということにつながりますので、えー、な,るとなのでその要件はですねあげる人は高齢者もらう人は若、えー、若年層というような形ですね、えー、背景がえありますと。 でまあ、こういったことを覚えてですね、あのまあ、これについては高齢者と、えーまあ、青年ですね、えー、で分かれてくるので、えー、こういった背景ですね、知っていれば、えーまあ、暗記ですね、というのは必要なくなるというふうにご理解いただければなというふうに思います。はい、あとはですね、まああのー、経済の活性化ですね、えー、というのがまあ立法の趣旨だったりもするんですが、もう一つですね、小規模タクシーの特例というのもあります。えー、これはですね、何かというとですね、 えー、小規模宅地との特例というのはですね、あの実務上、まあ、重要な特例なんですが、えー、基本的には生活ですね、基盤となっている自宅とかですね、えー、事業用の土地ですね、の課税負担をですね、この土地にかかる税金をですね、8割減らしましょうとかですね、まあ、最大ですね、えー、減らすというものになっています。 これですね、結局あればですね、あの自宅がですね、かなり高くてもですね、今23区ですね、戸、えー、建てのですね、えー、土地がたくさんあってもですね、まあ、そこの部分にはほとんど税金かからずにですね、まあ、住むといった制度、まあ、となりますと。要件がいくつかあってですね、同居の親族のほかですね、まあ、別居の親族であってもですね、えーまあ、賃貸住,住まいとかであればですね、相続人が適用、まあ、できるというところがあったんですけど、えー、まあ、改正があってですね、 あの平成30年以前はですね、当賊開自然3年以内に事故または事故の配偶者の使用に関わる家屋に居住したことがないこと、いわば3年以内にですね持ち家がなければ OK ですよってなったんですけど、えー、4月1日以降はですね、さらに縛りがあって、ですね、えー、どんどん変わってきてますと。 相続開始前3年に日本国内で取得者、取得者の配偶者、取得者の三親等以外の親族、または取得者特別な関係がある一定の法人が所有する家屋に居住したことがないこと、まあえー、かなりですね、範囲が広がってですね、えー、本人または配偶者の、えー、持ち家。 じゃなければいいよって言ってたのが、えー、本人、またはですね、えー、配偶者、えー、またはその三親等内の親族も要はかなり広いですね、えー、まあ、要は周りの親族が持っていた家屋に居住してないこと、まあ、あとは自分とかですね、えー、自分たちが主催している法人とかですね、が守ってないことというふうになりました。要はですね、この差を生かしてですね、あのー 自分のですね家をですね、えー、他の相続人とかですねまあ要は未成年の孫とかにですね自宅をですねあのー、まあ、移動するとかですね、えー、相続人が所有している自宅を売却贈与とかですねしてですねあのー。 この特例を受けるためだけにですね、えー、ちょっとイレギュラーなんですね経営、まあ合理性が、経済合理性がないですね、行為をして、特例を適用するということはですね、まあ、結構多かったんですね。なので、節税ありきのですね、えー、行為というのはだめだよというところで改正が入ったというところがあります。そういった形ですねあの、この変化があったので、かなりですね、厳しい要件が出てきたというようなところがあるわけです。 そういった形でですねいろいろですね変わってきているというところがあるので、えーまあ、ちょっとですねただこの要件だけ見てするとですねなんでこうなったのかというのがわからないので、えー、そういった背景をですね、まあ、一個ずつですねちょっとややこしいものについては解説をさせていただくというのが、えーまあ、今回の講義の特徴となります。 もちろん自分でですね、あの本を見ていただいて学習いただいてもいいんですけど、まあ、こういったですね、えー、口頭のものがあればですね、まあ、理解の進路は早いのかなというふうに個人的には思っているのでまあ、そう自分で言うのもなんなんですが、えー、講義の受講をおすすめはしております。はい、えー、あとはですね、あの講義ですね、そのものはどういう流れで進んでいくかをちょっと見ていきたいと思います。えー、再度画面の方をご覧ください。 こちらですね、えー、流れスパーフェクト講座ですねこちら小学科講座ということになります、えー、テキストがですね1,2,3,4と四、まあ、つに分かれているんですがでその中でもですね、えー、各二分冊ごとになっていますでその1-1が終われば実力テスト1-2が終われば、えー、実力テスト、えー、という形で、えー、広げていくところになります この第1のですの、ね、1, 1に関してはですね、7コマありますので、まあ、およそですね、第1回の講義ですね、45分こける3コマをこれを7回やっていくようなイメージですね。まあ、それをですね、どんどん繰り返していくようなイメージで、あとはです、ね、あのちょっと最初の方は違うんですけど、まあ、数回目からですね、講義の冒頭にミニテストです、ね、の方を入れさせていただいているところとなります。 はい、こういった形ですね、あのここまで,ですね、4の2まであれば、ですね、基本的にはです、ね、あの基本事項は一通りできるといったところになりますので、えーまあ、何が言いたいかというと、イレギュラーなです、ねえー、もの以外は相続税の申告書は、基本的には自分で,です、ね、もう作れるようになるレベルに、えー、達するほどの理解得が出てくるといったところになります。 はい、えー、で、学習項目ですね、えー、まず相続税法はある、もち、まあ、なんですけど、えー、大前提として相続に関わる民法を学習しますと、まあ、厳密にはもう少し違うところも入ってくるんですが、あとはですね、相続税の計算と、同税の、えー、そもそもの税法に関わるです、ね、規定の計算方法ですね、まあえー、法律に基づいたものをちょっと、えー、解説の方させていただきます。あとはですね、あの土地の評価ですね、えー、路線化等で行っていく財産評価ですね。 えー、土地ですね、例えば、えー、どっかの土地をですね評価しますといったときに、えー、どうやって評価するかについてですね、まあ、路線化を使っていったりですねあの土地の形状に応じてですね、まあ、金額を加算減算したりするもの、えー、というふうに思ってもらうのが一番分かりやすいのかなと思いますもちろんそれ以外のものもたくさんあるので、えーまあ、その部分ですね一通り学習するといったところになりますあとは特殊論点ですね、えーまあ、これ特殊なのでまあ続々、えー、ですね解説の方をさせていただきます はい、えー、まあ、結論としてはですね。使っていく法令はですね。まあ、民法とかですね。あとは借地借家法とか、あとはもう、まあ、この財産評価については、建築基準法や都市計画法とかですね。まあ、えー、他の税目法所得税とか法人税に関連しない項目がですね。まあ、たくさんあるものになってきます。正直なかなかですね。あのー。 まあこの部分ですね、4の2まで行かないとですね、あの自分がどの程度学習進んでるのかわからないなというところになってくるんですが、えー、ただですね、あの一通り勉強するとですね、えー、途端にですね、書けると言いますか、作れるようにはなってくるのかなというようなものになりますので、ちょっとですね、一度講義やり始めたらですね、まあ、しっかりですね、ちょっとそろそも4の2までは是非学習を続けていただきたいものとそります。ね、えー まあ試験もですね、えー、継続して勉強していただきてですね是非相続税法の、えー、合格の方を目指していただきたいものになるんですがちょっとですねあの4の2が終わるまではですね、まあ、正直あのなかなかまあ進み具合が見づらいのかなというところはありますので、えー、最初にちょっとご説明をさせていただきましたはいちなみに使っていくテキストはですね、まあ、この使用教材なんですが、えー、テキストがですね主に計算項目の学習となります あとは理論ですね。えぇ、ー、試験の理論用にですね、まあ用意したものがありますので、そちらの方をまあ、えぇ、ー、そこで見ていって覚えていただく必要がありますと。あとは問題集ですね。特に計算項目についてはですね、ちょっとまあ間違えて覚えてしまったあれなので、自分で手を動かしてやっていっておく部分というところでございます。あとはミニテストですね、の方と、あとはその他の部分というところでございます。もう構成はこんな感じですかね。 はいえーまあ、趣旨としてはです、ね、あの今回の相続税法ですね、えーまあ、講義についてどういった感じで進めていくかというとまず相続ですね、えー、とは何ぞやというところから始まって、えー、相続税の計算ですね、えー、制度の説明解説あとは、えーまあ、練習といったところもとのそれと合わせてですね、えー、関連する贈与税についてもですね、えーまあ、相続税法の一つになりますので、えーまあ、学習していくところとなります。 あとはですね、あの、土地の評価とかですね、各種財産評価のですね、ちょっとあの複雑なものは正直、税理試験では出てこないので、まあ、やらないんですけど、そういったところの、え、ものをやっていくといったところになってきます。もちろんですね、あの、今回の講義の内容というのは、え、相続の中でもですね、去年、イレギュラーじゃないものですね、要は税理試験に出す、まあ、要はみんなが、正解がですね、一つであるものを中心に回答していくところになりますので、そういったところですね、まあ、あの、 まあちょっと実務とですね、えー、少し肌が違うところはあるんですが、この実務をやる上でですね、必要になってくるのは、この基礎になるですね、えー、相続税法の税理士計、えー、という形になりますので、まあえー、ぜひですね、えーまあえー、取り組んでいただければなというふうに思います。というのもですね、あのー 相続税業務ができる税理士というのは、ですね、実はかなり少なくて、ですねあの、需要に対してですね、すごい少ないんですねあの。税理士がですね、10人いたら1人か2人しかですね、相続税そのものができないし、えー、相続税の中でもですね、手慣れてる方というのはやっぱり1人以下になっちゃいますので、そういった点でですね、まあ、ぜひ相続税法を受験して、ですね、相続に強くなっていただければなというふうに、えー、思っております。 まあもしですね、あの相続税の仕事に携わらなかったとしてもですね、まあえー、他の仕事ですね、えー、でもまあ縁はあるでしょうし、あの自分のですね相続ですね、えー、ないし、まあ、親戚の相続ですね、まあ、与えられることにあるかと思いますので、えー、その辺はですね、えー、頑張っていただきたいなというふうに思います。ちなみにですね、あの相続税の報酬では、去年はまあ1件当たりです、ね、数十万円から数百万円というのが、まあ、大体のレンジになるかなと思いますので、まあ、正直自分のですね、えー、税理士法、自分がですね、 依頼する側です、ね、相続の意図して依頼する側ですね、なときにですね、正直あの自分で完結できればですね、えー、それだけで相続、まあ、元は取れる、えー、科目とも思っていますので、えー、まあそうですね、えー、繰り返しになりますが、交渉をやる私が言うのもなんですが、えー、ぜひ、えー、受講していただければなというふうに思います。はい。で、えー、以上で,ですね、本日の、まあ、ガイダンス講義の方は、えー、終了となります。 えちょっとですねだいぶ早口になってしまって恐縮なんですが、えー、まあ皆さんの受講を増しておりますので、えー、よろしくお願いいたします。では、えー、最後までご視聴ありがとうございました。